どうも、洋次郎でーす。はい、こないだの、レイニャンの、お誕生日おめでとうっていう動画のコメントで、なんか、ジャックナイフ、ルーリーとか、まあ、7虹メンバーの昔の話を聞かせてくださいみたいなね、コメントがあったんで、で、なんかルーリーってことでね、僕結構ルーリーの話はあんましたことなかったですよね。いい機会なんで今回しようと思います。はい。僕、ルーリーにはめちゃめちゃ感謝してるんですよ。うん。っていう、なんかね、話の導入でおかしいなと思うんですけども、一番最初に会ったのが、それこそ錦糸町でした。錦糸町のイベントで、伝説になったイベントなんですけども、そこで、僕、本当に初めてだったんですよ。そのアイドルさんのイベントとか、そういうなんか、まあ、なんか接近イベントっていうのが、うん。まあ、緊張するじゃないですか。相手はアイドルですから。で、向こうも慣れてないですし、僕も慣れてないってやると本当に地獄なんですよ。お互い喋ることなくて。そんな感じで緊張してて、で、一番最初覚えてますけども、まあ、3分割で、まあ、4、3、4、3、3かな ?4、3、3ぐらい。4、3、4ぐらいグループで、その4のグループに最初、メイちゃんとカナエルとルーリーとサリーだったんですよ。で、その当時は僕、サリー推しだったんで、今でもサリー推しなんですけども、まあ、サリーのいたグループに行ったんですけども、まあ、緊張しちゃってね、本当に。で、一番最初覚えてますよ、花川メイちゃんでした。本当に、その時、今、サムネにもなってますけども、ニューエラの帽子をかぶり、迷彩のジャケットを羽織ってマスクしたんですよ。怖いじゃないですか、それで喋らなくて。メイちゃんがなんか後ずさりして、なんか、みたいな感じになってて、まあ、俺も、あーってなっちゃって。で、なんか、ハイタッチ会って言ったんで、なんか、ポンポン行くのかなと思ったら結構話すんですよね。うわ、マジかと思って、とりあえずなんか、頑張ってくださいぐらい言えたのかな。うん、そんな感じで、次、カナエルだったんですけども、カナエルも喋れなくてね、本当に。なんか、今でも喋れないんですけども、カナエルと喋れなくて、あー、これやべえなと思って、思ってたら、で、ルーディーだったんです、3人目が。で、ルーディーがね、向こうから話しかけてくれて、で、その時の言葉が今でも覚えてます。その帽子、オシャンティーですねって言われたんですよ。いやいや、本当にね、うん、その言葉が向こうから話しかけていただいたきっかけで、もう、今に至る感じですね。やっぱりこうしてね、メンバーの方とおしゃべりするようになれたきっかけをくれたのが、海のルリさんでした。はい、本当に、ありがとうございますっていう気持ちですね。うん。この言葉をね、ルーリーに伝えたら、いや、そんなことないよ、みたいなこと言ってくれましたけどね。はい。で、まあ、ジャックナイフ、ルーリーですよね。ジャックナイフ、ルーリーはあれですよね。まあ、7虹加入当初は、もうみんなのことはライバルだと思ってたと。で、まあ、別に7虹内友達作る気なんてさらさらねえよ、みたいな感じだったけども、まあ、メンバーと接していく上で、なんでこの子たちはいい子なんだろうっていう。で、ことにね、気持ちにどんどんシフトチェンジしていって、まあ、今のルーリーが出来上がった感じですけども、そうですね。電話鳴っちゃったよ。ちょっと無視しますけども、ごめんなさい。そうですね、それで、まあ、ルーリーもともとは本当にね、小心者なんですよ、多分。小心者でめちゃめちゃいい子なんですよね。うん。まあ、だからこそ、でもやっぱりね、まだ7日入る前も、養成所に通ってたみたいなことも話しますし、まあ、そこでね、まあ、いろいろ業界のイロハとか習ったと思うんですけども、やっぱりそのライバルっていうのは今でも意識してやってるんじゃないですかね。うん。で、真面目ですしね。で、ルーリーといえば、まあ、語尾になんか異常になんかデスをつけるみたいな、異常に丁寧みたいなしますけども、あれをするようになったきっかけもその養成所時代にあるみたいで、まあ、ルーリーちょっと油断するとなんか結構タメ口でイエーイみたいな、ずっともちろんイエーイみたいな感じの、結構ね、ラフな、言葉遣いになりますけども、それを養成所時代にやったら、めっそ怒られたらしいんですよ。何その喋り方みたいなことを言われて、そこでちょっとトラウマになっちゃって、異常にね、なんかデスを落ちてるみたいな、ああいうね、語り口になってしまったというエピソードもありますよね。まあそんな感じですけども、まあルーリーはね、今、新型コロナにかかってしまって、まあ、ね、結構大変ですけども、まあこの後ね、アサルトの舞台もありますし、
まああれですよね、他にも結構声優さんとしても今、活躍されてますから、まあ、今はね体調を治すことをね第一に、今後のね活躍もねすごくねすごくすごく期待しております。はい。